東京通信大学は、東京都新宿区西新宿1-7の3日本部を、奥日本の私立大学である、2018年に設置された。東京通信大学は、モード学園や HAL、首都移校など、複数の専門学校を運営する、学校法人日本教育財団により2018年4月に、開学された E ラーニング方式の通信制大学である。 1コマ60分を4分割し、1回あたり約10分から30分間の動画で映像授業が構成され、それを4回8コマ視聴して一単位という仕組みになっているので、動画視聴をメインに学習を進めることができ、スマートフォンで動画授業を視聴できるのも特徴であるが、実際の講義では一コマ六十分で収まることは、ほぼなく七十分から九十分で行われることが、 ほとんどである。各授業において1回以上確認テストないし、レポートがあるものの、面接授業が卒業要件になく、単位認定試験もインターネットで受験できるため、通学せずに卒業できる。ただし、人間福祉学部で社会福祉士、精神保健福祉士の受験資格を目指す場合、福祉施設において実習を受ける必要がある。 入学から卒業までにかかる費用は他の E ラーニング方式の通信制大学と比べると極めて安い金額である。2022年春入学以降の1年次入学で4年間で卒業した場合の学費は情報マネジメント学部が127万4000円、人間福祉学部が83万4000円となっている。2021年度現在、 e ラーニング方式の通信制大学である、早稲田大学人間科学部 e スクールは4年間で450万円ほど、サイバー大学 IT 総合学部は4年間で283万8000円ほど、新潟産業大学経済学部通信教育課程は4年間で125万円ほどである。情報マネジメント学科が設置されており、初年度の定員は400人。取得できる学位は、 学士、人間福祉学科が設置されており、初年度の定員は400人。取得できる学位は、学士、厚生労働省より、社会福祉系国家資格である社会福祉士と、精神保健福祉士の養成課程の認可を得ており、必要な単位を取得することで、国家試験受験資格を得ることができる。学部、ありがとうございます。